こんばんは、タオと申します。今回ビッグサプライズの内容が明かされましたね。ちなみにその内容はこちらになります。はい、ということで、ちょっと今回動画ではなくツイッターなんですけれども、3月23日水曜日からプロスピエースとイチローさんとのコラボを開始するよということで、なんと世界のイチローさんとコラボすることが決定いたしましたね。おめでとうございます。本当におめでとうございます。ということで、ちょっと今回僕の予想言わせていただきます。やっぱダルビッシュ選手と関わりあってイチロー選手となると WBC2009 年だと思うんですよ。で、ちょっと見てみました。はい、こちら2009年 WBC 日本代表メンバーですね。僕はこのセレクションが来るんじゃないかなって思いますね。もう大穴予想ですよ、大穴予想。まずこちらダルビッシュ有投手、そしてこちらイチロー選手ですね。おそらくプロ野球で噛み合ってるとしたらこの WBC2009 年しかないんじゃないかなって思うんですけど、どうなんですかね。他にあるんだったらちょっと申し訳ないんですけど、まあそれでもね、この名だたるメンバーですよ。めちゃくちゃ嬉しくないですか、来たら。しかもダルビッシュ有投手って WBC だと抑えやってたんですよね。だから抑え適性ありのダルビッシュ有投手、最強なんじゃないですか。でマー君もいて、で松坂大輔、え、まさかこれ火の玉投げないっすよね。